ルイ・エマニュエル・グリューナーは、スイス生まれのフランスの地質学者、金属工学者である。製鉄技術の分野の研究に貢献した。ベルン近くの一致元に生まれた。学者の家系で、母親の祖父は、生理学者で氷河の研究もした、アルブレヒト・フォンハラーがいる。ジュネーブの大学で学んだ後、パリに出て、パリ国立高等工業学校に入学し優秀な。 成績を収め、コープスでマインズに選ばれた。ドイツなどで学んだ後、当時フランスで最も重要な石炭の産地で、成功が行われていたサンテティエンヌに仕事を求めた。ロワール県の丹田の地質調査を行った。1835年から1847年の間、サンテティエンヌの高等鉱山学校の科学の教授を務めた。次に、 ポワチエ地区の鉱山の技術主任に任じられ、クルーズ県の炭鉱の地質調査を行った。1852年にサンテティエンヌに戻り、鉱山学校の校長を1958年まで務めた。パリの国立鉱山学校の金属工学の教授に任じられ1972年までその職にあった。1897年に引退するまで、 フランスの工業の分野での養殖を務めた。地質学の分野では主に炭鉱の生成の分野で研究を行い、鉱物学会のアナール・デ・マインズやアナール・デ・ラ・ソシエテ・ディ・アグリカルチャー、サイエンシズ・イアーツ・デリオンやフランス地質学会のデブレティン・デ・ラ・ソシエテ・ジェアリジックでフランスに論文を発表した。金属学の分野ではコークスの品位の指標を確立し、 先鉄の製造のための炉の寸法と燃料消費などの関係を調べた。グリュネル繊維氏にはグリューナの名が付けられている。ありがとうございます。